はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のテーマはトライアングルオフェンスということで、NBA でですね、大変入校した有名なオフェンスのやり方、これをですね、お伝えしたいかなというふうに思います。 トライアングルオフェンスと聞いてですねピンとくる方は結構、昔から NBA がお好きな方じゃないかなと思います、まあ、若い方だとねあんまり知らないっていう方もいるかもしれませんが昔、ですねシカゴブルーズとかロサンゼルス・レイカーズがすごく何度も何度も優勝したそんな時にですねずっと使ってたオフェンスがこのトライアングルオフェンスというものなんですね。 まあ選手名でいうとマイケル・ジョーダンとかねコービー・ブライアントが優勝した合計で11回かな優勝した時のオフェンスということで、えー、世界中がこのオフェンスを真似をしたということで大変有名なプレーになります。でこれはでですねポポススストトプレーが中心のオフェンスでありポストを ね、使いながらパスワークが中心のプレーなんですね。えー、ということは最近のですね、えー、どちらかというとトレンドは、えー、パスよりもドリブル、えー、ポストよりも広がるっていうようなそういうプレーが多いと思うので、えー、ちょっとですね一昔前のオフェンスっていう印象がどうしても強いかなと思うんですが改めてこれを取り上げたのはですね、えー、やっぱり育成年代、高校生以下にはファンダメンタルをしっかり教える。 プレーの基礎を教える例えば1対1を教えるとかパスランを教えるとかですねスクリーンプレーを教えるっていう意味では結構いい優れたシステムじゃないかなっていうふうに最近また改めて思ったので、えー、皆さんと一緒に学びを深めていきたいなというふうに思うんですね、うん、確かにねちょっとえ今から具体的に紹介しますがパターンオフェンスとしてパターンがこう決まりすぎてるところがあるので 多少難しいところはあるかもしれませんが一つのアイデアとしてねあそういうふうにオフェンスの仕組みが成り立ってるんだなっていうふうにコーチであるあなたが知って ておいていただいて、えその中から取捨選択して、子どもたちに伝えてあげるっていうことでもいいと思うんですね。えー、まあ、いずれにしてもですね、ファンダメンタルに最適。やっぱり基本技術を身につけるために、こういうきちっとしたセットオフェンスをやっていくのはいいことじゃないかなっていうふうに思ったので、そんなお話をさせていただきます。えちなみにですね、最近の nba 見てても、まあ、先ほどドリブルが中心とかオープンポストが中心って話しましたけど、ポストプレイをきちっとやる。ね。えチームは。まあ。もちろん。あ。の。お。 あってですねそういうプレーももちろんあってその場合は大体このトライアングルオフェンスの要素を、えー、と含んでやってるチームが多いんじゃないかなっていうふうに思いますまあ私のね、えー、見たところだと,、えー、とゴールデン・ステート・ウォリアーズとか結構ポストプレー多いですねポスト入れて、えー、動いていって周りがちゃんとね動いてうまく作るとかあとサンアントニオスパーズとかも、えー、と例年そういうようなチームを作ってますし、えー、前年度優勝のロサンゼルス・レイカーズはね高さを生かしてポストプレーで優勝したっていう 印象ありますからまあいずれにしてもですねポストプレイはまだまだ死んでないというふうに思いますし、えー、育成年代にファンダメンタルを教えるのにこれは非常にいいんじゃないかなということですはいでは具体的に今日、えー、お話しする内容はこの3つなんですが、えー、まずトライアングルオフェンスの基本的な作り方の話 そしてパスのオプションがいくつかあるんですがローポストに入れるオプションとそしてコーナーにパスするオプションこの話をしようと思いますこれ全部ですねお話しすると結構この動画が長くなっちゃうのでちょっと2回か3回かに分けてですね今日が第1回目前,前編みたいなそういう感じで何回かに分けてお話をさせていただきますのでご了承くださいはいでは1つ目トライアングルオフェンスの作り方とトライアングルオフェンスって何ですかという話なんですが 基本的にはですね、こういうフォーアウトのセットです。で、マンツーマンに対するオフェンスという風に思ってください。ゾーンに対しては、うん、まあ、使えなくはないんですけれども、まあ、別のゾーン攻撃、まあ、それこそね、えー、前回の動画で私がお話ししたような形でゾーンは攻めた方がいいんじゃないかななんて思うんですが、まあ、マンツーマンに関してはですね、非常にいいオフェンスなんですね。えー、こういった形で、フォーアウト、ワンインということで、えー、ポジションはこうなんですけども、 4番と5番の選手がインサイドができると。2人はインサイドに立てる選手がいるといいよねっていう、そんな形ですね。なので、ここのローポストに立っている5番の選手、そしてボールの反対側に立っている4番の選手、これがですね、センターとフォワードっていう感じがいいと思います。 で最初にですね1番から2番にエントリーでパスをしたらですね、えー、ボールサイドのコーナーにカットするんですね、うん、これ、結構珍しい形だと思うんですがあえてボールサイドの方にカッティングをすると普通、逆が多いと思うんですねパスしたらアウェイ広い方に行きましょうなんですけどこれあえて狭い方に行くというのがポイントでして、えー、こうした時にですね3番はトップにそして4番はローポストにそれぞれ位置を調節します。 で、そうするとこういう形になりますよね。これがトライアングルオフェンスの名前の由来で、ボールサイドのセンターを中心にトライアングルを作ると。で、それにパスが返ってくるのに対して、3番と4番が準備しておくというような、このセットですね。これがトライアングルオフェンスの基本形になります。で、えー、なんでこれをね、えー、作るのかっていうことなんですが、2番の位置から、ここだとですね、 どこへでもパスができるんですね。要はこういうことです、えー。5番のインサイドにもパスができる。1番のコーナーにもパスができる。3番のガードにパスを返すこともできるし、ハイポストに来てくれれば4番にもパスができるということで、2番がね、ここから1対1で抜いていくとかっていうことはしないんですが、ボールが45度にあって、ね、トライアングルを作ってあのポジ、このポジションを埋めればですね、 パスコースが4つ確実に作れるというわけですよ、ねえー。トライアングルオフェンスのこのセットになると、まあ、4番がハイポストフラッシュをする必要がありますけど、味方にです、ね、誰にでもパスができると、パスできない人がいないという、この4つの選択肢をあのボールマンに持たせることができるというのが、これがあの目的なんですね。 でえー、とトライアングルオフェンスを作った、えー、テックス・ウィンターという、ね、コーチがいてです、ね、まあ、彼はあの残念ながらもう、えー、お亡くなりになっているんですが、テックス・ウィンターの本を読むとです、ねこの、まずセットをすると、セットをするというより、ディフェンスをセットさせる、ディフェンスにまずマッチアップさせるということが非常に大事なんだということで。 要するにこの形になってですねディフェンスをきちっとどこにいるかを把握することが大事だよってことなんですね。ここはあ5番にはパスできないな、でも1番にはパスができるなとかね。 5と1にはパスできないなだから3に返そうとかディフェンスを見てパスコースを決めなさいということでどこにパスできるか見えるためにですねちゃんとオフェンスが立ち位置で立ち止まってディフェンスがどこにいるのかをまず見極めるこれがすごく重要だというような言い方をしているんですね、えー、原文ではですねモーメント・オブ・ザ・トゥルースということで真実の瞬間これを見つけろと要するにディフェンスが 下がってるのか当たってるのか、右にいるのか左にいるのか、それによってパスコースが分かるから、ね、ディフェンスを見てオフェンスを決めなさいという、こういうコーチングをするためにですね、モーメントオブザ・トゥルース、真実の瞬間というのを待てというふうに言うわけですね。うんまあ、非常にいい言葉かなと思って参考にさせていただきます。えー、ということでですね、えー、とまずトライアングルオフェンスの作り方は、ーアウトのセットから一つ目のパスをしてトライアングルを作るわけですね。うん 1>, 1つ目のパスで。で、2つ目のパスでどこに出すかを決めると。で、どこに出したかによって動きが変わってくると。こういう感じなんですね。はい。ということで、1つ目のパスでトライアングルを作り、2つ目のパスで攻め始めるということになります。で、えー、とご覧の通り、1、2、3、4と4箇所パスがありますので、今日この動画ではですね、えっ、ー、と、前半の2つ。 5番にパスを入れた場合と、1番のコーナーにパスを入れた場合の話をして、次回の動画ではね、3番のガードに返した、4番のハイポストに入れた、その時どう動くかの話をしていきたいと思います。では今日はローポストということで、まず一つ目ですね。1番の狙いは、最初の狙いはここにズドンと入れることですね。5番のディフェンスがちゃんとポストアップに対して守れてないとなったら、もうとにかく入れてあげると。 ここに入れることで5番はもちろん1対1をして得点が期待できるファールが期待できるということになりますのでとにかくローポストには入れろということになりますで入れたとどう動くかなんですけども、まずはですね、入れたらワン、ツー、スリーの原則ということでこれボールを入れるときにです、ね、ここのまずボールマンそしてポスト、リングですね、これが一直線上に並ぶようにしなさいっていうこういうことを言うわけですね ワン、ツねスリー、ね。ボール、ポスト、リング、ね。ボール、ポスト、リングが一直線になるように並びなさいと。とこれがずれちゃだめだと。ポストがいて、ボールがここにいて、あ、ごめんなさい。リングがここにあって、ポストがここにいて、ボールマンがこの辺にいるとかね。これはだめだと、うん。ボールがこれ、リングがあって、ポストマンがここにいるとかね。これもダメだと。とにかく一直線上にいると。 ということなんですねそうすると、先ほどのお話のようにディフェンスがどこにいるのかが見やすくなるので必ずワンツースリーの原則でポストのポジションを取りなさいということですね。そしてボールを入れたら5番はもちろん1対1をしますが周りはどう合わせるかというとまずカットします。はい、1番はエンドライン際を2番はミドルラインをそれぞれカッティングするんですね。えー、これダッ,シュしますバッダッシュします。パスしたらパスンドランですね。そうすると 左右、ボールマンの5番にとっては、1対1をしながら、左右どちらでもバックドアの可能性があるんですね。パス入れられたら、ポーンとバウンドパスを入れて、レイアップ。これ結構効きます。で、こうした後に、もちろんこれパス入らない時はあるんで、えー、パスが入らない時はもちろんあるんですが、そうすると、ここもうガラガラですよね。1番もいない、2番もいないとなれば、もうここ誰もいないんで、これはもうパワープレイを仕掛けるということになります。 そして1番がいなくなった2番がいなくなったパワープレイをしますでシュートいければいいですがいけなかった時の返すところも考えなきゃいけないのでカッティングの後はです、ね、3番があとは2番が4番にダウンスクリーンをして4番がハイポストに上がるそしてもう1個は3番がリプレイスをしてウイングを埋めるっていうこういう動きをちゃんと入れておくわけですね。 もう一回いきます、えー。ローポストにワン、ツー、スリーの原則で入れました。入れたらカッティングをします。で2番が4番にスクリーンをかけてハイポストに上がるとで。3番も受けに行くというような、こういう形ですね。こうすると、ですねどこかで必ずシュートが打てるはずです。5番が1対1でいけるか、それから4番のハイポストでジャンプシュートが打てるか。 3番がアウトサイドで3ポイントが打てるかどこかで必ずシュートが打てるはずですね、えー、で私もですね数年前これを自分のチームで、えー、試したことがあるんですねその時によく開くのはハイポストが開きやすかったです私の経験上ね、えー、要はここですねこの4番のところここは結構開きましたね こ、えー、このところだ5番が攻めながらガンゴリ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 1対1やりながらハイポストフッと上がるとですねここのところが開くんですね普通、まあ、ハイからローハイローってプレーはありますけどローハイっていうのはあんまり、まあ、見ないかもしれませんが結構、ここはね、えー、ノーマークになるので、えー、ぜひこういう動きはおすすめでございます、はいえーまあ、どこかが必ずシュートがいけるというように仕組まれていて、えー、特に私の経験上ハイポストは開きやすいよということです。 はい、今日もう一個ですね。あとコーナーへパスした時の話をしますね。うん。はい、こういう状況です。えっ、ー、と、2番がまず5番を見ました。だけれども、5番のところにはパスが入りそうにないと。まあ、ディフェンスが狭いからね。えー、モーメントオブザト f t h r u t h 真実の瞬間を見極めて1番にパスをしました。そしたら今度どう動くかっていうと、まずですね、 5番が一歩ステップアップして2番にバックスクリーンをかけるんですね。ちょうど UCLA カットみたいな感じで、これバックスクリーンをかけるんです。で、これ意外とガツンとぶつかってレイアップになることがあります。でこれをまずやって、切れた後ですね、広くスペースができるんで、今度ここで5と1がピックアンドロールをするというふうにします。はい。えー、まあ単純なんですけども、これがですね、結構いい2 2になりまして、えー、1番の選手は、ここのね、 スペースがとっても広いもんですから、1番がだいたいエルボーのあたりでジャンプシュートを出たり、ディフェンスがスイッチしたらね、ダイブした5番にバウンドパスが通ったりということで、結構ここはね、スペースの広い2対2ができるので、これも成功確率高いです。はい、もう一回ね、簡単におさらいしますね。モーメントオブザ・トゥルースでディフェンスを見る。2番が1番にパスをした、コーナーにしたら、一歩ステップアップして、まずね、バックスクリーンかけます。そのまま2番が入らなければいなくなって、広いスペースで、 ピックということですね、えー、これ、あのコーナーなのでボールはですねちょっとここなんで、えー、サイドライン、エンドライン近いですからちょっと危険なんですけども素早くねピックに行ってあげると、えー、このドリブルの突き出しさえうまくできればですねディフェンスがスイッチアップとかショーディフェンスとかされないようにスムーズにささっといくとですね結構これガチッとかかるとこういうところで。 えー、ノーマークのジャンプシュートまたはスイッチしたらダイブということで結構これ確率の高い2点シュートが打てるので、えー、こういうような形で、えー、よろしくお願いしますはいでは、えー、まとめにいきましょう今日はですねトライアングルオフェンスとは何かということで、えー、パスとカットをしてですねまず三角形を作ると、ね、ポジションを作るでディフェンスをちゃんと見て真実の瞬間を見極めてどっかにパスをしろというのが一、えーまあ、番ねトライアングルオフェンスの作り方の基本ということですね 実際にローポストに入れたらカッティング、カッティング、でダウンスクリーン、そういう形で合わせるで。コーナーに入れたらバックスクリーンとピックロールで2対2をするというようなところで、約束事がそのように決まっているよということですね。えー、次回はですね、まあ、この後半ということで逆サイドにボールを展開した場合、 うん、あの最初にお示しした図をもう一回見せますが、えー、この場合、今日は1番と5番にパスするパターンを言いましたが、えー、次回は3番のガードに返したとき、それから4番のハイポストに入れたとき、これのね、えー、お話をしていきたいと思います。 はい、ありがとうございました。このチャンネルではですね、バスケットボール指導者のあなたの悩み解決になればと思ってですね、お話をさせていただいているチャンネルです。もし何らか面白かった、興味が持てたという方であれば、ぜひですね、グッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。またチャンネル登録をポチッと押していただいて、このバスケの大学に入学したつもりでですね、次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。 えー、そして現在ですね、無料のメルマガ講座というものをやっております。バスケットの指導者の方向けにですね、えー、私が10年前に知りたかったなと思うような、そういう内容のコンテンツをメールで2日に一遍お届けをしております。最初の1通目のメールで、練習メニューの作り方というですね、YouTube では見れない特典動画ですね、無料の特典動画もプレゼントしてますので、ぜひこの機会にお,あのお受け取りください。動画の説明欄にリンクが貼ってあります。 それとですね、このご覧のチャンネルとは別に、サブチャンネルという形でもう一個の YouTube チャンネルで、バスケの大学ラジオ局というものをやっております。こちらは音声だけなんですが、毎朝7時にですね、大体10分間ぐらいのバスケットボールの話を毎日してますので、もしよかったらそちらも遊びに来てください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。三原学部でした。それではまた。